ラバーダックラバーダックはアヒルの形をした玩具で素材はゴムまたはポリエンカビニルなどである中空になっており風呂に浮かべて遊ぶことができるものが多いラバーダックの歴史は19世紀後半のゴム製造の開始に関連する最初期のラバーダックは硬質のゴムで作られたジムヘンソンは1970年にラバーダックを大衆化したセサミストリートの 人気キャラクター、アーニーのアイガングが、ラバーダッキーという設定で、同米のラバーダッキーという歌を歌った。この歌は1970年に作られ、同年9月にビルボードホット100の16位にランクインした。1995年には、同番組でリトル・リチャードがカバーした。一般によく知られている黄色いラバーダックの他に、様々な種類のラバーダックが作られた。 各種の職業、政治家、著名人を模したキャラクターものや、暗がりで輝いたり、色を変えたり、内部の LED 照明で光るものや、泳ぐことができる、ゼンマイ仕掛けのラバーダックも存在する。2001年に、英国のタブロイド新聞、ザ・サンは、エリザベス二世女王が彼女の浴室で、冠を被った、ラバーダックを持っていたと報じた。これは、 彼女の浴室の壁を塗り直していた業者によって発見された。この報道により、イギリス国内でのラバーダックの売上高は短期間に80%増加した。日本では日本テレビ系列局で放送されていた情報番組、ウィンにウィンちゃんというラバーダックのマスコットキャラクターリポーターが出演していた。口癖は何ですと、であった。少数の熱心な人が、 ラバーダックを収集している。2007年のギネスブックによって1439種の異なるラバーダックを収集したシャーロット・リーが世界記録保持者として認定された。北、太平洋で遭難したラバーダックの旅1992年1月29日、香港からタコマに向かう途中のコンテナ船が悪天候に巻き込まれ中国製の 約3万個のラバーダックなどを積んだ海上コンテナが太平洋上に落下した。破損したコンテナ外へ漂流し始めたラバーダックたちはそのまま潮流に乗って、なんか3分の2がインドネシアやオーストラリア、さらに南米沿岸に漂着したが、残りの3分の1が南米から北米の大陸沿いに太平洋を北上。1年後には、 アラスカに到達していることが確認され、さらに西へと進んだものが3年後には日本に漂着して太平洋をほぼ一周するに至った。そのうちの一部はベーリング海峡を抜けて北極海に入り、その氷に閉じ込められたまま移動したとみられ、8年後の2000年に大西洋域に達したラバーダックたちが氷から離れて漂流を再開、2003年には 北米大陸の北、大西洋域で確認されるようになった。2007年、A タイムズ氏がこれを伝え、ラバーダックはイギリスアイルランド沿岸に向かっていると報じた。この大航海は、海流学者、気象学者の注目を集め、世界の潮流の動きやそれが気象に及ぼす影響の研究に大いなる貢献をすると期待されている。海を漂流した。 ラバーダックたちは現在では日焼けと海水により白く退職しているもののコレクターの間では高価で取引され、また米国の調査会社によって海岸で拾った場合の報奨金も出されている。ラバーダッキーに関するカテゴリー。ありがとうございます。